霊夢は、F1 史に強烈にその名を刻んだ、天才日本人 F1 ドライバーを知っているか？中島悟かしら？それとも、佐藤拓馬？今回紹介するのは、どっちでもないんだぜ。じゃあ今回は、様々な偉業を成し遂げた、伝説の日本人 F1 ドライバーについて紹介するぜ。知力で勝ち取った F1 のシート。伝説の天才ドライバー、それは井上貴彦だ。でも海外では、滝で通っているんだぜ。通り名があるって、なんだかかっこいいわね。滝は幼少期からレーサーを夢見ていたんだ。え？ということは、夢を叶えたってことよね。すごいわ。F1 レーサーになる人は、皆人並みならぬ努力をしているんだ。その中でも滝は人とはちょっと違っていたんだぜ。どういうこと？興味津々になってきたわ。滝は大学生の頃から、レースに出るためにバイトをしながら練習を積み重ねていたんだ。レーサーを目指す人は、当たり前だけどみんな努力家よね。本気で努力しないと、レーサーにはなれないぜ。その努力の甲斐あって滝は22歳で初めて、国内のレースに参戦したんだ。夢の第一歩ね。でも、少し遅めのデビューなのかしら。確かに、当時でも遅めのレースデビューだったな。その後、イギリスの名門レーシングスクールに入学し、卒業レースでは2位という優秀な成績を収めたんだ。すごいわね。意外とスムーズにのし上がりそうで安心したわ。確かにそのことがきっかけでレース参戦を誘われたんだ。でも、滝にはスポンサーがいなかったから、すぐ資金難に陥ってしまったんだ。要は貧乏ドライバーだぜ。資金難って大問題じゃない。お金がないのにレースを続けれるの？滝は無我夢中でスポンサー探しをしたけど、なかなか見つからず、雑誌編集のアルバイトで資金を稼いだんだ。そんな、バイトなんてたかが知れてるじゃない。そうかもしれないが、滝の諦めない気持ちと自ら働くことで、スポンサー獲得につながったんだぜ。自ら働く姿を見てる人はいたのね。よかったわ。どんな会社が滝に心打たれてスポンサーになったの？それは、英会話で有名なノバの会社だぜ。え？英会話？すごく意外だわ。自動車関係じゃないのね。いや、ちゃんとスーパーノバレーシングというレース部門を立ち上げたんだ。それだけ滝に期待したってことね。すごいわ。そして滝は、1994年にスポット参戦という形で F1 デビューを果たすぜ。滝はお金がなくても順調にいい成績を残すことができたから、F1 レーサーになれたのね。実は滝のレース成績はそこまで良くなかったんだ。そうなの？ F1 レーサーってすごく成績が良くないと入れない世界なんじゃないの？クリアする条件はあるんだ。滝は国際 F3000 のレースに出場したことで条件はクリアしてたんだ。だけど目立つ成績じゃなかったから、お金でシートを買ったと邪推され、後に伝説のペイドライバーと言われたんだ。いつの時代も難癖をつけてくる人はいるのね。でもペイドライバーってどういう意味なの？単純に自分で資金を持ち込みシートを買うドライバーのことだ。滝はきっぱりそんな人は存在しないって言ったけどな。そりゃそうよね。そんなこと言われて黙ってられないわ。F1 で走るにはお金は必要で、滝が持ち込んだ金額は1000万。他のドライバーはたった1000でも2500万もかかったんだ。F1 ってもっとお金がかかるイメージなのに、滝はどうしてそんなに少ないお金でシートを手に入れることができたの？滝は最低価格でシートを手にしたドライバーがいたことを知っていたんだ。だから初めから無理な金額を提示しなかったんだ。だからこそ、馬力が弱く化石のようなマシンに乗ることになったんだけどな。言うなれば、滝は知力のペイドライバーよ。マシンがいまいちなのは、仕方ないわね。そうだな。最高のマシンを手に入れるのはかなりの実力と最強の運も必要だからな。でも滝はそこで腐らずに次のチャンスを手に入れたんだぜ。さすが根性の滝ね。今度はどんなチャンスなの？日本人ドライバー初の偉業？1995年には、名門のロータスと交渉し、合意に至ったんだ。しかしロータスが撤退することとなり、ご破産となってしまうぜ。残念すぎるわ。結局どうなったの？最終的には、フットワークアローズという中堅チームに移籍することができたんだ。しかもレギュラー参戦だぜ。レギュラー参戦ってことは1シーズン丸々出場ってことよね？そうだ。しかも当時フルで参戦した日本人はまだ、3人しかおらず、滝は記念すべき4人目になったんだぜ。片山右京に続いたのね。スポット参戦のみで終わるドライバーも多いのにすごいことだわ。本当にすごいぜ。なんたって2023年現在まででも、日本人のフル参戦はたったの10人なんだぜ。それにしても、滝はそんなに知名度がない気がするけど、どうしてかしら？それにはちょっとした闇があるんだぜ。滝はあることで日本人ドライバー初になったんだが、それはある意味異様でもあり、滝の知名度が上がらない理由にもなったんだ。日本人初？どういうことなの？詳しく知りたいわ。実は滝より先にデビューした3人は、日本の自動車メーカーのサポートがあったんだ。
当時日本の F1 熱はかなり高かったし、日本人ドライバーなんだから当然そうなるわよね。そうだな。でも、滝は F1 デビューする際自動車メーカーのサポートを一切受けずに果たしてしまったんだ。それじゃ、滝にはサポートをしてくれる人が全然いないってこと？いや、前から滝を応援していたノバが F1 でもメインスポンサーを続けてくれたんだ。あと、ユニマットっていう企業も滝のスポンサーの一つだ。ノバってめちゃいい会社じゃない。ユニマットも見る目があるわ。実は滝はノバで働いていたんだぜ。え、ノバで？ F3000 に参戦していた頃はレースがない時は、東京本社で勤務したり、総帥の海外ビジネスのサポートをしていたんだ。滝はただサポートしてもらうだけじゃなく、きちんと返しているのね。自らの営業力でスポンサーを獲得し、F1 まで上り詰めた初の日本人。それが滝だ。日本人初ってことはかなり話題になったんじゃない？それが、あまり注目されることはなかったんだ。え？日本人ドライバーが F1 参戦となったら、大騒ぎじゃない？ま、出る杭は打たれるということかもしれないな。日本の自動車メーカーの助力がない滝は、中継や関連番組で扱ってもらえなかったんだ。中島悟、鈴木亜久里、片山右京と近い時期でのデビューの割に、日本でそれほど知名度がないのは、そんな事情もあるんだぜ。まるで子供のいじめみたいだわ。感じ悪いわね。当時、日本グランプリで F1 の実況をしていた古舘一郎は、F1 駅前留学と揶揄したこともあったんだ。お手軽みたいに言うのはノバにも滝にも失礼よね。確かにそうだな。しかし滝はその後、F1 史に語り継がれる伝説を残し、世界から注目を集めることになるんだ。滝が F1 史に刻んだ伝説。1995年のモナコグランプリのフリー走行で、後に伝説の一つとも言われる事件が起きたんだ。事件って聞くとなんだか怖そうだわ。大丈夫かしら？滝のマシンがフリー走行中に止まってしまったんだが、マシンをレッカーで牽引中に、後ろから猛スピードで走行してきたオフィシャルカーが激突したんだ。運の悪いことに、滝はその時マシンに乗ったままだったんだぜ。え？大丈夫なの？マシンは衝撃で大破、横転。マーシャルたちは急いで滝を助け出したぜ。幸い、軽い脳震盪で済み、決勝レースには何事もなく出場できたんだ。よかったわ。オフィシャルカーに追突するならまだしも、追突されるなんてある意味不明よね。おそらく滝しか経験したことがないような事故だが、オフィシャルカー絡みで、さらに珍しい事故が起きるぜ。それがもう一つの伝説だ。一体何が起きたのかしら？事件は同じ年のハンガリーグランプリで起きたんだ。滝のマシンがエンジントラブルで停車し、まずエンジンから火が出た。トラブルばかりのマシンね。シャシーがダメになることを避けたかった滝は、もたもたしているマーシャルから消火器を奪い取り、再びマシンに向かうんだが、振り向きざまに、今度は猛スピードでやってきたレスキューカーに跳ねられてしまうんだ。今度は生身？大丈夫なの？滝はボンネットに乗り上げ、一瞬何が起きたかわからない様子でレスキューカーを一瞥し、足の痛みで倒れ込んでしまったぜ。幸い今回も大した怪我はなく、滝は無事だったぜ。レスキューカーってドライバーを助けに来る車よね。ここだけの話、滝の無事を知ってからミハエル・シューマッハは思わず爆笑したらしいぜ。あのシューマッハが？さすがは滝、インパクトを残したわね。この二つの事件、特に消火器事件が滝を象徴する出来事として、未だに F1 ファンの間で語り継がれているんだぜ。これは嫌でも印象に残ってしまうわ。こんな事件なかなか聞かないし。滝は、自分を F1 ファンに印象付けたこの事件をもはや自分のネタの一つとしてうまく使っているんだ。さすが滝ね。転んでもただじゃ起きない。その通りだ。オート GP のハンガロリンクラウンドには、自ら消火器を持って参上すると宣言したくらいだぜ。その後の F1 ドライバーとしての滝にも期待しちゃうわね。実は、残念ながら滝の F1 ドライバーとしてのキャリアはこの年で終わってしまうんだ。嘘よね？目立つ成績じゃなくても続いているドライバーも結構いるわよね？確かにそうだよな。でも滝はそうはならなかったんだ。滝はどうして F1 から離れることになってしまったの？滝が世界で愛される理由。滝は1996年も F1 で走る気満々だったんだ。その証拠にミナルディに移籍を決め、テスト走行まで行っていたんだ。何の問題もないじゃない。むしろ続ける準備万端よね。実は、滝のスポンサーの一つであるユニマットが突然他の日本チームのスポンサーになると決めたんだ。え？そんなことがあるの？裏切りよね。残酷かもしれないが、スポンサーも見返りが必要だから仕方ないってのが現実だ。確かにそうよね。ビジネスもスポーツもシビアな世界よね。滝はその一件で、F1 参戦のための資金と後ろ盾を失い、F1 のシートを失うことになったんだ。滝は相当悔しかったはずよね。悔しいに決まってるはずだ。でも滝は事実は認めたけれど、恨み事も言わず、何も語らなかったんだぜ。
話したくなかっただけかもしれないけど、とっても大人な対応に感じるわ。滝ならきっと再起を図るわよね。いや、滝は F1 には戻らず、他のカテゴリーでレーシング活動をしたり、自由気ままに過ごすことを選んだんだ。滝はもしかしたら十分 F1 を楽しめたのかもしれないわね。滝はレーシング活動をやめてから、若手の育成に尽力するようになったんだぜ。F1 の未来に期待をかけたのね。滝にはそんな一面もあるのね。滝は引退後モンテカルロに住み、チームオーナーになって若手ドライバーのマネージメントなどもこなしたんだぜ。滝ってレースだけじゃなく、いろんな才能があるのね。分けてほしいわ。滝の才能は幼少期からズバ抜けていたようだぜ。なんたって12歳でレーシングカートをこっそり買ったくらいだからな。え？ 12 歳でそんな買い物できるものなの？しかもこっそり？個人売買かもしれないが滝を語る上では有名な話なんだ。しかも当時は高校生のバイク集団に混じって走っていたらしいぜ。アグレッシブすぎよね。今じゃ考えられない案件よ。そうだな。コンプラ的にアウトだな。知られざる天才、滝を知るのは思った以上に楽しいわ。確かにそうだな。滝はネガティブな空気を出さないから見てる方もすごく元気になれるんだぜ。今でも滝は何か活動しているの？もちろんしてるぜ。滝は今でも執筆活動や、SNS を活用して近況報告とかしてるんだ。めちゃくちゃいいキャラね。滝はもともと自分の運転技術はいまいちだと公言してるんだけど、最近はバックが特に苦手で免許の返納も視野に入れてるんだぜ。F1 まで行ったドライバーよ。さすがに謙遜しすぎだわ。そうだな。滝は現役、引退後を含めても目立つドライバーではなかったけど、やっぱり評価されるドライバーだったんだ。滝はドライバーとしてはあまり評価されていなかったのね。あくまでも日本ではだな。ヨーロッパあたりではきちんと評価はされている雑誌も出ていたからな。日本グランプリの時とかインタビューも来なかったせいね。こんなに愛されてるドライバーなのに悔しいわ。滝は過去20年の最低ドライバーランキングに自分を推薦して選出されたことがあるんだ。滝は何を考えてるの？これは滝なりのネタだな。でも愛されている証拠なんだぜ。誰も興味のないドライバーが選ばれるはずがないからな。確かに、滝はあえて史上最低のドライバーとしての地位を確立したのね。滝はまさしくそこを狙ったんじゃないかな。どこまで行っても滝は滝だな。今回滝のことを知って思ったのは、滝は F1 を目指す人たちの希望だってことよね。お金がないからとか才能がないからとか言い訳する前にもがいてみろ。って滝は言いたいんだ。実際にやってきた滝が言うからこそ説得力があるのよね。そうだな。滝がここまでやってきたことや言ってきたことは F1 以外にも言えることなんだぜ。滝先生、今回はとっても勉強になりました。他にも滝井の上の知られざるエピソードがあれば、コメント欄で私たちに教えてほしいんだぜ。よろしくお願いするわ。それでは、本日も最後までご視聴、ありがとうございました。